アンプチバケのもいい感じです。作業性がいい割にコンパクトで時間に対する生産の量が素晴らしいですね。温度調整もしやすいし、とても安定してます。で、ツヤも本当にいいし、ね、まあ、基本はボンボンショコラ、フルーツのピール掛け、あとは、まあ、今後クッキーとかそのパウンドケーキとかそういうものをかけていきたいなと考えてます。エクストラビッターはコーティング用に使います。もう作業性も流動性もいいしね、風味もいいしね、センターの味をね邪魔しないスマートな風味ですね、センターはサンドマンゴーつけるちょっと個性のあるやつ、両方ともセンターもコーティングも個性がないとね、つまんないんで、あまり怒らない、責めない、考え方を受け入れる、威圧感を与えない、個性とか個人のその考えを動きをあんまりこう押さえつけないようにはしてます。基本的な方向性が違う子が多いんで、その修正はね少しずつわずかに調整していかないととんでもないことになっちゃうんでね、そこは気を使ってます。難しいですね。だからその僕は特にパティシエとして一生懸命、まあ未だに現役でねやってるんだけども、そういうやってきたことが本当に崩れてきちゃってるっていうね、まあ、自分でもタイでね指導はしてるんだけども、それがいいのか悪いのか考えますよね。緩ければみんなも緩くなっちゃうし、やんなきゃいけないことも自発的にやんないし、でここ逆に昔のようにねもっとこう牛耳ってね圧力をかけてちょっと怖いぐらいに接した方がね人は動くわけですよ。動物を使ってるわけじゃないから、キレがないわけですよ。みんなが意見出し合って、楽しくはおかしいと思うけども、いいものを作っていこうっていう姿勢をね持つのが本当だと。あえて体調管理はねそんな気にしないよね。長生きするために管理をしようっていうことは基本してない。で僕は60なんですけど、もう全然元気、それはねやっぱ現場でちゃんと仕事してると。シェフたるものね現場にいなきゃねシェフじゃないと僕は思うわけ。きちっと若い子と仕事して指導するっていうのがシェフの義務で、若い子はそれを聞くのは義務、権利を主張するのはその後です。そのために僕は毎日朝早くからみんなと仕事してる。どうでしょう。